マンフレッドマンチャプター3はイングランド出身のジャズロックバインド。南アフリカ出身のキーボーディストであるマンフレッドマンがブリティッシュビートバンド。マンフレッドマンに続いて率いた2番目のリーダーバンドとして知られる。創設者、マンフレッドマン名優マイクハグ1960年代、南アフリカ共和国出身のオルガニストである。マンフレッドマンは英国に渡りブリティッシュビートバンド。 マンフレットマンを結成して活動していた。マンフレットは1966年頃から同僚であるマイク・ハグと共にジャズのサイドプロジェクトで不定期に活動。さらに1969年、マンフレットマンの活動末期にエマノン、ノーネームの逆さ読みという名でジャズロックを試行した実験音楽を始める。メンバーが集い始めた初期の頃に、 ミシュランのテレビ CM のジングル制作機会を得るなどで手応えをつかんだマンフレットとハグはマンフレットマンを正式に解消し同プロジェクトを本格化させた同年10月にマンフレットマンチャプター3の名でライブデビューするバンド名の由来はマンフレットマンの初期時代をチャプター I1966 年フォンタナレコードに移籍した時代からをチャプター2そして当バンドを チャプター3としてカウントしたものである。このラインナップで、ファーストアルバム、マンフレットマンチャプター3を制作。当時新設されたレーベル、バーティゴの第一弾アーティストとして、アルバムデビューした。1970年、早速自作の制作を開始。後に、様々なロックバンドで活躍する、若き有望家部たちが参加し、ファーストアルバムから増員しての王女帯になる。 高音セクションを導入し、さらにブラスロック色を強めた、セカンドアルバム、ボリューム2を発表する。そして同年にサードアルバム、ボリューム3の制作に取りかかるが、完成を見ないままバンドは崩壊した。解散後、マンフレッドは、モーグシンセサイザーを導入した、よりプログレッシブロック要素の強い、マンフレッド・マンズ・アース・バンドを結成。 ハグはソロ活動でチャプター3の音楽性を引き継いだ。ミシュランテーマ録音。ファーストアルバム、マンフレットマンチャプター3録音。セカンドアルバム、ボリューム2録音。サードアルバム、ボリューム3を録音開始するがアルバムは未発表。クリス・スレードが録音に参加していることは判明しているが、録音メンバーの詳細は不明。後に発掘されたメッシン。 アップザラントでの男性バッキングボーカルや女性バッキングボーカルからこの時期のメンバーで録音されたと推測される。ギターはファーストアルバム、セカンドアルバムに参加していたブライアン・ハグか後にマンフレット・マンズ・アースバンドに参加するミック・ロジャースである可能性がある。B 面曲をファーストアルバムでトラベリングレディーとして再演している。ファーストアルバムのワンウェイ・グラスを再演している。 サードアルバム、ボリューム3用の曲、メッシン、アップザラントをメッシンとして再演している。サードアルバム、ボリューム3用の曲、フィッシュを、サターン、ロードオブザリング、マーキュリー、ザ・ウィングのメッセンジャーとして再演している。サードアルバム、ボリューム3用に録音された3曲、メッシン、アップザラント、フィッシュ、ターンユーアウェイフロムマイドアを収録している。ファーストアルバムの ワンウェイグラスをカバーしている。ベースのパトリック・キングは後に、マンフレット・マンズ・アースバンドに参加。ありがとうございます。